でよろしくお願いします。としのみやです。今回も、満月の夜をやっていきたいと思います。満月の夜の、なんだっけ、あれです。何何待って、え待って、今なんか光ってるところ適当にクリックしたらなんか手に入れちゃった。あ、次の報酬とかやつとか。前回一回もこれ使ってないんじゃない僕。この、名声とかが溜まったらそこクリックしたら、報酬が手に入るらしい。とりあえずそれはいいや。それはまあ置いといて、前回の続きから第2章をクリアしていきたいと思います。さあ、じゃあなんだ？まず焦点ですね。出てきたやつ見ていきましょう。あ、これあれだ。一回交差点に入る前に一回触ったやつだね。これ致命傷買いたいって言ったんだ、僕。致命傷を買いましょう。よし、これをバイバイして、忘却の酒場、通常攻撃バイバーイ。うん。よし。さあ、敵倒していきましょう。いやー、なになにこれ何？敵は3ターン後に死亡する。え？どういうこと？すべてのダメージを無効にする。え？どういうこと？このターン、僕殴ってもあんま意味ないのかな？じゃあどうするの？死者選択。適当に捨てて、素早いで回避力を上げる。終わりでいっか。うん。さあ、回避しながら、耐えていきましょう。うん。で、まあ、適当に、よし、回避力上げたりとかしつつ、でもダメージ全体、なんか、食らわないもんね、相手。相手が死ぬまで待つってこと、3ターン耐えるってことだよね、これね。そのためには、毎ターン素早いを使いたい。よし。これで、ターン終了か。上限を超えてるからの。どうしよう。とりあえず、通常攻撃を捨てようか。にゃにゃにゃ。ちょっと待って、何枚捨てなきゃいけないんだ？何枚捨てなきゃいけないんだ。じゃあ、ちょっと、この辺で、うん。もう一個か。3枚にしなきゃいけないんだ。じゃあ、こっちの方がいいかな。うん。え？ 3 枚だよね？あ、まだあった。これでいいや。よし。さあ、回避頑張っていきましょうって感じ。さあ、順調に回避してくれてますね。オッケー。回避強いな。このターンももう一回回避したいので、素早いを引きたいです。よし、素早い引いたからオッケー。でも、あとどうでもいいんで、バーって捨てて。多分このターンが終わったら相手が死ぬのかな？もう、そうだよね。敵は1ターン後に死亡する。さあ、回避と。うわ、すごい !999 ダメージ。倒しました。倒したのかな？勝手に倒れました。うん。HP 結構少ないけどどうしようか。回復しとこうか。うん。何これ？不審な妖術師。私が落としたリンゴを見なかったから、はいはい、リンゴを探しましょう。で、メカマジシャン、倒しまーす。うん。で、ゴフ。で、素早い。取捨選択の最善のルート。いいね。残像、加速、残像、激励、致命傷。で、取捨選択の最善のルート。激励、最善のルートはもう使えないんだ。よし、通常、介護。うん、オッケー。かなり一旦で入れられるようになってきたね。うん。順調。あ、回避が強い。回避刺さりまくってる。さあ、主者で、最善のルートして、もう一回あと適当に使ったら倒せるでしょ。待って、はい、はい。わー、よし。強いな、なんか、かなり楽しくなってきたな。なんか、前回もだけど、
多分ノーマルだからなのかもしれないけど、ちょっとあれだね、第2章の途中くらいから、結構ボコボコにできるようになってくるね。うん。私は最高の手印なんだ。はい。そうだね。おめでとう。ありがとう。最近は私のショーを見に来る客も減ってきてね。すべて妖術師のせいだ。うん。ってことで、名声プラス1です。レベルアップ。うん。レベルアップの今回の報酬は、お掃除、強化、金化。お掃除って何があったって思って、通常攻撃ってもういらないのかな、これ。これ通常攻撃をお掃除しちゃいますか。それが良さそうな気がする。通常攻撃バイバーイ。うん。よし、オッケーオッケー。さあ、焦点見ていきましょう。出血、敵に6点の流血を与えてカード1枚引く。で、電光石火。あ、電光石火今までもあったやつだね。うん。いやー、カード1枚引くの出血はありなんだよね。アクションがどれぐらい足りてるか。よくわかんない。覚えてないな。うん。電光石火でもいいけどね。なんか、でも、どうだろう。今回は我慢してもいいかも。これ、買わなくていいかもな。うん。次の焦点も出てきた。え、これ強いじゃん。あなたが与えるダメージプラス1。ふんふんふん。カードを1枚引く。敵1点の、なったら与える。ふんふん。このターン中ダメージを受けるために、カウント分のダメージを追加で受ける。はい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 。そういうね、今週の一撃。3点ダメージを与える。すべての手札とアクションを失い、失ったカードとアクション1点につきダメージをプラスする。俺はちょっともったいなくない？手札とかアクションを失っちゃうから。でも、モロハの、モロハじゃないな。なんて言うの？ノコギリ、あ、違うな。わかんない。ノコバの矢。適当に読んだ。違うかも。これちょっと欲しいね。ヘルベアス倒しに行きましょう。うん。よし。何これ。デビューカードって、あ、お前か。いたいた、そんなやつ。ちょっと待って待って待って。待って待って待って。これ大変だ。これ大変だ、これ。ちょっと待って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 、あと、やれることが多いから、このゲーム。ちょっと難しいんだ。ちょっと待って。いやー、時間が過ぎちゃう。ちょっと待って。待って待って、レンジャーに対してケルベロス強すぎる。やれることが多すぎてできない。ちょっと待って、ちょっと待って。加速、致命傷、諸選択で、最善のルートやって、もうバーってやって、バーってやって、バーってやって、あーっと、時間がないから、もう適当にボンってやる。いや、待って待って待って。時間が足りなかった。しかもいるやつ捨てちゃった。ちょっと待って。めっちゃしんどい。めっちゃしんどい。めっちゃしんどいけど、回避でめっちゃ勝手にダメージ食らってる。よしよし、もうこれ倒せる、倒せる。このまま殴り倒そう。うん。いけー。え、倒せてない。ダメージ食らわないんだけど、こいつ。なんで？なんで？なんで？ちょっと待って、ちょっと待って。あー、ちょっと待って。どういうこと？わかんない。ちょっと待って。とりあえず手札がいっぱいになっちゃった、多分これ。わかんない。とりあえず絶対捨てちゃえ。オッケーオッケー。あ、なんかカウンターで倒した。いや、まあ、いいでしょう。そんな感じですよ。よし。まあ。キルベルス強かったな。ちょっとだいぶ目覚められた感じするな。うん。敵は次のターン、カードをプレイするためにランダムにカードを1枚。あ、これ単純に強そう。俺は買っとこう。これは相手の妨害がすごい強い。うん。で、これも買って。よしよしよし。え、普通になんか、いい感じになってきてるんじゃない？これ。あ、これね。これはまあ、いいかな。回復は多分、泉で足りてるっぽい気がする。うん。リンゴカジカジして。リンゴカジカジして。妖術師の褒美。私のリンゴを全部見つけたのかい？やるじゃないかということで、受け取り。死亡した時に HP 全回復する。あ、強いこれ。ありがたいね。一回復活できるようになった。うん。交差点バイバイして。なにこれ？カード収集か。すべてのカードにはそれぞれの価値がある。あーね。とりあえず通常攻撃交換してみようか。何になる？巾着蹴り。まあ、通常攻撃と同じようなもんだね。わかんない、ちゃうか、違うかも。よし。
じゃあ、キングコング倒しに行きます。ボスですね。戦って、あ、回復してからにしようか。回復して、キングコングと戦う。行くよ。そう、今回はね、焦んなくていいから楽。多分。どうしよう。これは、とりあえず、この辺使っていく。アクションをしっかり貯めながら、戦士戦って、主者選択。おわー、出なかった。出なかったから、ちょっと同じカード捨てちゃえ。うん。つまずき、激励。戦士、コフ。さあさあさあ。よし。結構敵の攻撃痛い？どうだろう？今結構食らった？そうでもないか。うん。残像、致命傷を、主者選択の最善のルート、加速、素早い、主者の最善、カード全部引いたらしい。うん。じゃあ、違う。で、残像を使ってつまずいて、激励して、最後の一突き。よし、次。じゃあ、アクションが若干足りないね。うん。あれ？一個あった？もしかしてもう一個使えた？ミスった？僕もしかして。まあいいや。主者の最善のルート、残像を加速、主者の最善、素早い致命傷、激励、つまずき、あ、ちゃんと全部回せばアクションじゃん。じゃあ、アクション足りるね。綺麗に回せば。で、背後の一つき。うん。オッケー、オッケー。なになになんかドローさせられた。一枚。よし。ありがたい。うん。じゃあ、どんどんスキル使っていきましょう。まあ、使っていいスキルをどんどん使ってから、主者選択で、最善のルールとして、あれ？デッキのカード全部引いた。なんで主者選択1枚余ったんだろう。まあいいや。つまずき、激励。あ、引いてきた。まあいいか、これは。最後の一突き。あとは回避でやってくれるはず。一回回避したら終わる。一回回避したら、あ、しなかった。まあいいや、とりあえずこれで終わりだね。ダメージ。はい。オッケー、倒しました。ボス倒した。うん。ボス倒して、カードを1枚引く。このターン中、次に与えるカードにはダメージを2倍する。敵に6点の流血を与えるカードを1枚引く。アクション増やす系がいいな。アクション増やす系じゃないと、結局この辺引いてもさ、使えないから、アクションを増やしたいって考えたら、金貨でいっか、とりあえず。うん。オッケーオッケー。これで第2章終わりですね。うん。第3章を見に行きますと。まあ、言うてこの辺で終わりにしますか。今回は、祝福だけ引いとく？よし。はあ。各戦闘の開始時に敵のデッキにいたずらを追加。デッキからカード1枚コピー。敵に与えるダメージ1。うわ、ここ迷う。どっちにしよう。複製しようか。複製して、回避する？回避二つにしちゃう？これ。これ強いんじゃない？よし。ということでね、次回は避けまくりカードゲームをやっていきましょう。よし、今回はここまでです。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。